アニマシェン。マジか。本当に俺のことも自分のことも何も覚えてないのかよ。嘘だろ。まさか。なんてこった。信じられねえ。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、そんなことする必要はない。この俺の姿を見て。え？うん。店の権利書を返してもらおうと思ってな。尻が破れた時困るんだ。行くぞ。落ち着いてくれよ、豚嬢さん。どい、何の用じゃったかの。ああ、そうじゃ。お前はあれの身に起きた現実すら受け入れていない。そりゃ負けるのは嫌じゃからの。やるからには勝つ。それが神じゃろ。この記念すべき時に邪魔が入るのは惜しい。二人だけで行こうではないか。取って食うわけじゃねえから。その体の持ち主は俺のダチなんだ。お前さん出てくれんかの。お前さんの出番はまだ先のつもりだったんじゃが。で、どうなんじゃ。今度は俺たちの牙が。まあ、住むところぐらいはどうにでもなるだろう。これで走り回ったら、それこそ変態だって思われねえかな。というな。まあそんな話があったんだよ。慣れるもんだ。もう何年も前のほろ苦い思い出だ。俺はとある理由で魔法騎士どもを片っ端からしばきまくってたんだけどよ。今度は俺たちの牙が奴らを食い散らす番だ。ま、そん時はそん時だな。だからそん時はそん時だよ。行くぞ。ねえ、久々にグッときたよ。ちこの辺り一帯は無人の地区で、俺以外誰もいない。隣へ行くか。なんとありゃ。どうした。最強の戦士です。さあさあさあ、人類存亡をかけた神対人類最終闘争、ラグナロク第1回戦。これはすげえ。伝説通りの灼熱っぷりだ。人類存続の希望をつなぐ第2回戦の闘志は怠慢にございます。バルハラ憲法第62条15項に定められた超特別条項、神と人類による一対一の勝負。いえ、最強かつ最強の戦士です。あなたに教えておきましょう。え、何をすか。十二神ですか。神代表は慈悲深くもそれを受諾。の野郎、絶対ぶっ飛ばしてやるからな。待ち伏せしていれば絶対ここを通るはずだ。行くぞ。ゴールデン渾身の一撃だ。とうとう魚風宝船の強靭な肉体を打った。首だ。これが俺の最後の一冊。マジヒリ。ゼオ、俺はその力で今までとは違う景色が見られるか。だが
誰よりも秀でていたのは、柔らかく可動域の広い肩甲骨はお前の強みだ。本当はわしがまたやりたいくらいじゃよ。譲ってやれよ。あんた一応パイセンだしな。手離せよ。